愛はダントツうまいよね。おい、お前らチャラチャラ遊んでるんだったら一面譲れよ。そうだそうだ、チャラチャラですって。なんだよ。おい、そろそろランニング行くぞ。ああ、じゃあ後でな。あゆちゃん、ファイト。かっこいい。また男子と喧嘩？だって向こうが悪いんだよ。下手な女子部にコート2面はもったいないとか言っちゃってさ。なんやかんや言われてあったが来たから勝負を飲むことにしたの。勝負？くそ、今日の放課後男子対女子のガチンコバトル。3年生が引退してうちらの代になった時のコート使用数をかけてね。勝った方が3面、負けたら1面。1面だけで練習ってあまりにも無謀な。ねえねえ、誰と誰が対戦するの？男子代表は、うん、辻愛くんか。確かに一番テニス上手いけど、こういうことになる人とは思わなかったな。ちょっとがっかり。それで女子代表は、あゆ、あとは任せた。じゃあ私たちはこれでよろしくね。うわー、やったね、あゆちゃん。いくらなんでも辻愛くん相手に勝てっこないわよ。断ってくる。勝てないかな。ニナは素人だからそういうこと言えるの。でもあゆちゃん上手だったよ。男と女じゃ体のハンデありすぎよ。そうだ、いいこと思いついた。また魔法使う気？いいよいいよ。あゆちゃん遠慮はなしだよ。チョコだよ。ああ、いやだから遠慮しとくってば。どうぞ。大成功だよ、あゆちゃん。はい。男に見えるんですけど。だけ変化させる魔法が見つからなかったから、思い切って男の子に変身させちゃえばいいかなーって。我ながらナイスアイディア。でアホか、女子代表として試合にはどう出ればいいのよ。よしよし、その調子、どんどん魔法を使ってよいんじゃぞ、ニーナ。失敗は成功のマザーじゃ。じゃあね。さよなら。さよなら。さよなら先生。はい、さよなら。あ、川中島くん。魔力を捕まえろ。川中島くん。あ、校長先生。勉強熱心なのは結構だけど、ちゃんと前を見て歩こうね。危ないよ。はあ、どうもすみません。時には息抜きも必要。特にカラオケは最高です。
こっそり言われました。というわけでアイは体調を崩して帰ってしまったので、ハトコの僕立石アユオがピンチヒッターを頼まれまして。テニスの実力はアユちゃんも認めるお墨付き。皆さんどうでしょう。やっぱ信用されるわけがないよね。それじゃあよろしくお願いします。うわーい、委員会。それじゃガチンコ対決にならないじゃん。そうだそうだ。いいでしょ別に。女子部の他のやつが出ればいいだろ。だいたい男女でハンデない方が不公平よ。俺は別に構わないよ。さあ始めようぜ。ザ・ベストオブワンセットマッチ、立石サービングプレイ。ダブルフォルト、ラブフィフティーン。フォルト、ダブルフォルト、ラブサーティ。そっか、男になって腕の長さが違うからいつもと同じタイミングじゃ。今度こそフォルト。あゆちゃん、なんで？ひょっとして背も高くなってるからいつもより前で打たないとダメ？パワーアップしてるってことはいつもと同じ感覚でストロークとか打ってたら全てアウトということになって、つまりダメじゃんこの体。サボっちゃダメじゃない。アキホさん、辻愛の試合をちょっと拝見。どれどれ。根性あるわねあの子。ええ、ひょっとして知り合い？いえ。そう、ちょっと気になるわね彼。そろそろ練習に戻ります。ねえ、さっきの話後で辻愛くんに伝えといて。分かってますって。ゲームセット&マッチオンバイ辻愛、スコアイズ6トゥーラブ。ありがとうございました。かっこ悪すぎ、消えてなくなりたい。あゆのハトコ弱すぎ。私らで出た方がマシだったよね。やったぞ。これで男子部が3面ゲットだな。いや、コートはこれまで通り2面ずつだ。ただし女子はランニングとかもしっかりやれよ。テストマッチやストローク練習ばかりしないでさ。それで男子の反感買ってたんだ。お互い大会に向けて頑張ろうぜ。はーい。ごめんね、ニナの魔法役に立たなかったね。いいよいいよ、結果的にはうまくいったんだし。ほんとよかった。じゃあそろそろ魔法解いてくれる？うん、ちょっと待ってね。はい、いたいた。ねえ、ここにいたよ。ねえ君、立石あゆおくんって言うんでしょ？はい。誰？カジ君のことえらくお気に入りの3年の広田明穂さん、野球部のマネージャー。わ、ライバル。何こそこそ言ってるの？ねえ、よかったら一緒に合コンしない？はあ？男のメンバー足りなくてさ、頼むよ。え？